皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフの刺身です。アボアボ。こんにちはです。はい。はい、ということで今回は、はい、ゴルフウィングさんで引き続き、はい、ボールのデータの比較を今やっておりまして、はい、で今回はですね、スリクソンの Z スターと Z スター XV、はい、この2種類を打ち比べてデータ比較していきたいと思います、はい、前回、前々回はタイトリストとブリヂストンのボールを、現状ですけど僕にやってるのはタイトリストの Pro V1X で、ボンちゃんにやってるのはブリヂストンの、うん、ツアー BX、 そうですね、が今現状ちょっと一番真空打てるかなと、はい、いう感じなんですけど、 そうですね、まあ、それを超えるボールがあるのかと、はい、うん、でもなんかスリクソンってプロ の、 な、うん、あの間でも飛ぶって言われてますよね。どっちやったかな、こっちかな、はいはい、XV かな、そこら辺もちょっと気になるなと思って。そうですね、この松山英樹選手のね、あ、それスリクソンといえばね、松山英樹選手なんで、はい、これを使ってちょっとマスターズ優勝を目指すかな。はい、まあ実質これを使ったらマスターズ優勝できたみたいなもん、ね、そうですね、はい、今回はね、松山英樹さんの愛したスリクソンのボールをちょっと打ち比べしていこうかなと思います、はい、じゃあ今回も早速始めていくので、はい、皆さんね、ご視聴のもと高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。今回もね、トラックマンを使ってやっていきます、はい、どんな感じか出るの、こんな感じ、ね、まあ、パソコンもあって、じゃあそこで打ったのを、まあ、ここにトラックマンがいいんで、モニターがね、2箇所あって、まあ打ってる人も分かりやすくここで見れると、はい、こんな感じになってます。じゃあまずボンちゃんに、まあ、50ヤード前後のショットを打ってもらおうと思います、はい、これどんくらいスピンが入ってるのか、はい、お願いします。まあ何ヤードですか。45キャリー、あ、42.5、はい、誤差 2.5 ヤード、おお、ナイスショ、 OK、 大丈夫で、はい、次7番アイアンいきます。採用です。はい、なんか山の会話で打感がなんか鈍く感じるな。ああ、確かに。素晴らしい。最近フィニッシュ落ち着いてフィニッシュできる絶対なんか歩いたりしちゃうんですけど、当たり良かったけどな、確かにあんまこういう、よかった。よかったけどね。よかった。球はめっちゃ回りましたね。あ、ちょっとドライバーにしなかった。うん、割と良かったですけどね、今。採用で。はい、Z スター打ち終わりました。Z スター XV いきましょう。確かに良かった。いいよ。あー、いいな。このこっちの打感いいな。なるほど。良かった。うん。やっぱ固めが好きなよな。そういうことやな。全体的に。あとはそのあれがついてくるかどうかやな。データが。そうやね。感触はモニターが硬いのが好きで、あとはデータ次第。お、ナイス。じゃあ次7枚いきます。
どう？いいよ、いい感じ。いい感じだけどね。このなんかこう自分の思ってる感触じゃないとこう多分コース行った時距離合わへんのよな。ああ、かもしれない。うん。採用。うい。さあトラック行きましょう。おお。採用。ヘッドスピードはちょっとさっきより出てないけどな。46.5 やから。でも距離いってるな。そうそうそう。もしかして？かいってる。なんかちょっと音ちゃうぞこのボール。まあ、いってんね。いってんな。ただ単に触れただけか僕が。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、データが上がりました。はい。はい。ね、まず、はい、Z スターね。黄色いやつ。そっちね。こっちは、ボンちゃんのウエッジからまずいきますね。はい。まあ、6655回転で 42.5 ヤード。はい。に対して、こちらの Z スター XV でボンちゃんが打ったやつ。うん。に関しては、7331回転の41キャリー、はい、スピン量がかなり入ってますね、うん、はい、に対して僕が打ったやつに見えましょうか。じゃあ僕が打ったやつは、こっち Z スターの方が6981回転の 46.2 ヤード、はい、に対して、7042回転の44ヤード、やっぱスペインの場合とちょっと待って、この後の結果がどうなるのか、結果が楽しみじゃないですか。こっからちょっとこっちの方が一応ウェッジではスピンが入ってるという結果になってます、はい、次7番やボンちゃん7番やね、はい、Z スターのデータ、ヘッドスピード 36.7 のスピンが5913、はい、のキャリー 163.8、トータル 169.5という結果になってます、はい、に対して、ボンちゃんの Z スター XV の7番アイアンのデータは、37.4 ヘッドスピードで5301のキャリー 168.9 の 176.9 トータル、はい、おお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 お、さて、スピン同じぐらい、あ、同じぐらいやね、うん、同じぐらい、あ、じゃあこっちの方がちょっとスピン効いてないわ、うん、じゃあちょっと僕のデータ見てみましょうか。はい、そのデータは、ヘッドスピード 40.5 のスピン量が6619回転、こっちね、はい、こっちです。でキャリー168のトータル172でしたに対して、僕がこっちで打ったやつは11の6234の 175.8 キャリーのトータル 180.3、はい、アイアンになったらこっち下がるね、スピン下がるけど距離伸びてるんですね、まあ、下がるからじゃないですか、多分、あ、はいはい、上にちょっと前に行ってるんじゃないですか、うん、なるほどなるほど、うん、じゃあ次ちょっとドライバー見てみましょうか、はい、ドライバーは、まあ、ボンちゃんのドライバー Z スターの方ね、はい、スピン 47.3 の、スピン量が2740、はい、のキャリー255トータル275となってましたが、こっち Z スター XP の方はヘッドスピードちょっと落ちました。46.5、これまあこれはフリーですね、はい、フリースピードちょっと落ちたんですけど、スピンが2300、はい、ちょっと下がりましたと。でキャリーが263でトータル286、はい、ヘッドスピード落ちてんのに、うん、スピン量がええ感じやから飛んでますね、うんうん、で対して僕ね、僕のデータ Z スターの方は50.7 ヘッドスピード出てて2150、あ、これでも十分スピンでは少ないね、うん、の、キャリー273のトータル304、うん、まあまあいいデータ。で次 Z スター XV、ヘッドスピード51.7、さっきより1ぐらい上がってますね、ヘッドスピード、はい、スピンが2320、あ、ちょっと増えました。まあこれ多分ヘッドスピードかな、はい、もしかしたら、キャリーが283でトータル310、はい、
という結果になりました。ということで、はい、まあ、ざっとちょっと比較し終わりましたが、なんかウエッジは Z スター XV の方がピンかかりましたね、はい、そうですね。でかといってドライバー持ったからスピンかかるということはあんまなかったと、うん、まあ、僕の場合多分ヘッドスピードがあれ最後ちょっと上がったから、はい、まあ、多分同じぐらいと思うんですよね、うん、モンちゃんに関しては Z スター XV の方がウエッジではスピン効いてたけど、はい、ドライバーの方がスピン抑えられてましたね、はい、すごい技術ですねこれ多分、うん、だって今までその他のボール打ってたらこうウェッジ上がったら、まあ、もちろんドライバーも上がるみたいな、うんうん、スピンが上がるみたいな、そうやね、いうボールがほとんどあったじゃないですか、うん、なのにちょっとスリクソン Z スター XV はウェッジはスピン効くしドライバーはすごいすごいですね。いやアイアンもええ感じに、うん、Z スターの方がちょっとスピン入ってるけど、うん、こっち Z スター XV はさ入りすぎず、はい、ちょうどいい具合に飛距離がこう最大化できてるような感じだったんで、で前までのデータ見てると Z スター XV は、うん、あのやっぱり飛ぶ方のスピン少ない方のボール、ブリヂストンやったらツアー BX、はい、タイトルスだったら V1X と同じぐらいの距離やったんで、はい、まあ、多分ボンちゃんもそうなんですけど、うん、ボンちゃんに関しては XV 結構飛んでたな。そうですね、あ 176.9 か、はいはい、飛んでて弾道めっちゃいいハイドローでね、うん、Z スター XV が良かった ね。打感どうでした、ちなみに奪還は、僕はその XV の方が好きですけど、うん、なんか、うん、感覚では操れないボールの硬さあでした、僕には。だからアプローチイップスやったら超いいね。だからいや、もっとやばなるねこんなんだね、うん、手絡まる誰かに取ってもらわなくて絡まるの届いてでも飛ぶっていうのはやっぱりすごい武器やし、うんうん、逆にボールに合わせていくみたいなね、あ自分が使い続けて、はい、結局飛ぶっていう結果は出てるんで、はい、うんうん、まあ、それをね使ったらやっぱ武器は武器になるじゃないですか、うんうん、確かに。まあまあでもいい結果を知れましたね。確かに。で次回のラウンド何を使うかみたいなね。確かに。イエーチ、あれが大好き。全然出てきてないですね今回。なんで？あれが大好きやな。まあね、そっち系のボールもちょっと比較してみたいですね、一回ね。すごい、なんか良かったな。なんか、こう、まあ、ね、前回と前々回見てる方は、やっぱり、こう似たような結果になるんかなって思ってたんですけど、うんうん、あの、ツアー、Z スターと Z スター XV。これまあ、また同じような感じになるんかなって思ってたんですけど、うん、で僕はやっぱ、打感も Z スター XV 結構好きやし、はい、どっちかで言うと、ツアー BX の方が硬いかな。なんかツアー BX よりちょっと柔らかくなかった？僕は硬い。ツアー BX の方がなんか硬く感じた。感覚に合ってるって感じかな。なんかね、硬さがなんか、なんかやっぱ硬いの好きなんじゃん。もう硬いのは好きですね。うん、なんか反発してるような感じやね、XV は。っていう僕のイメージはね。なるほどね。はいはい。僕は結構だからスリクスの Z スター XV 好きっすね。うん、なんか柔らかいやつ好きやけど、その硬いやつ、まあ、あんま好きじゃないっちゃ好きじゃないけど、でも Z スター XV の硬さってなんか、うん、こう硬いけどちょっと筋つくみたいな感じは僕はありましたね、うん、はいはい。だから結構ボールとしてランク高いんちゃうかな。使えそうっすね。僕使えそうですね。ちょっと次変えるならこれかなと思います。僕も、うん、まあ、つい今のところ、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、はいはい、ブリヂストンのツアー BX が今のところ一番いいですけど、うん、このちょっと XV の距離はちょっと悩みますね、うん、魅力的ですね。かなり魅力的ですね、まあ、で最初に僕言ったんですけど、うん、プロの中でもやっぱ飛ぶってこう噂あなってた。やっぱその通りです。なるほど、飛んでますね、はい、はい、という結果になりました、はい。皆さんパッケージ代もね、今回変わってるんで、はい、まあちょっとね、今この、まあ、データとかもね、あの画像として出してるんで、いっぱい、まあ、それ見ていただいて、ちょっとあの次、もしね、何かボール迷ってるようでしたら、うん、まあ、僕らのね、このデータを元に、ちょっと参考にしていただければと思います。ボンちゃんの方が、まあ、比較的僕より全体的にヘッドスピード4ぐらい、うん、まあ、押してるんですけど、はい、ボンちゃんの方が下なんですけど、下って言い方あるんですけど。
おもちゃの方がまあゆっくりなんですけど、うん、まあまあ、え、何割でしたっけ。2割です。あ、2割ですね、僕1割なんで。僕も1割なんです。あ、あれあれだいたい4ぐらい差があるんですけど、はい、まあそれでも多分ね、こっちの方がええんちゃうかなと、ね、正直ね、はい、正直な感想、うん、こっちの方がやっぱりウェッジはスピン効くし、うん、まあ普通に長いクラブになったらなったでスピンちょっと下がるしっていう、うん、すごいもういいとこ取りのボールでした。はい、なんでこれがね結構マイゴルフからもちょっと皆さんにおすすめできるボールちゃうかなって思いますね。はい、うん、はい、そんな感じで、はい、今回はねダンロップ社のスリクソン、はい、Z スターと Z スター XV、 これ今年のモデルね、はい、比較させてもらいました。ぜひね皆さんこれを参考にしていただければなと思います。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。